ほったらけの島まはるかと魔法の鏡は2009年8月22日に公開された日本の CG アニメーション映画。フジテレビジョンプロダクション IG 制作投票配給。子供の頃に大切にしていたもののいつしか放置されてしまったおもちゃや絵本といった宝物。ほったらけの島はそうしたほったらかしにされた宝物を集めて作られた不思議な ほったらけの島に、不思議な狐、テオの後をう家に迷い込んでしまった、女子高生、遥かの冒険が描かれる。ストーリーのベースは、武蔵野に古くから伝わる民話。亡くなったものを探す時、畑屋の稲荷という神社に、お参りして、卵を供えると、探していたものが帰ってくるという不老川流域の、言い伝えをプロデューサーと監督が膨らませた、オリジナルストーリー。 2010年10月5日、イルマシ観光協会から、イルマシ観光大使に、テオが任命された。また、埼玉県が舞台であるため、埼玉県のマスコットコバトンがカメを出演している。制作のため、制作チームは、ソフトウェアの開発から始め4年をかけて、映画を完成させた。今までにない新しい映像表現を模索し、 CG アニメを見事に作り上げている。ピクサー映画ではなく、日本のアニメーションにある温かさ、可愛い女性の表現にたどり着くまで3年を要している。キャスティングは、人間世界は俳優のみ、ほったらけの島は声優のみで構成されている。また、本作の収録はプレスコで行われた。高校生の遥は、仕事付けで、自分の相手をしてくれない父と、 些細なことで喧嘩してしまい、気分転換のために祖母の家がある町にやってくる。そこで、遥かは、子供の頃に亡くなった母からもらった手鏡をなくしたことに気づき、神社にお参りに行き手鏡を返してほしいと祈る。そこに狐が現れ、人がほったらかしたものをこっそり持ち去る姿を目撃する。狐を追いかけると、 神社の裏に不思議な穴があるのを見つける。遥は穴の中に吸い込まれ、狐の世界に迷い込んでしまう。そこで出会ったテオから、狐たちが人がほったらかしにしたものをもらい暮らしていることを聞き、手鏡が狐の世界にあるかもしれないと思い、テオと一緒に手鏡を探しにほったらけの島にやってくる。遥は鏡を売っているマバロワに、手鏡のことを尋ねると、手鏡は、 男爵が持っていたが、盗まれて、行方不明になったと聞かされる。がっかりして、マバロアの店を出たハルカとテオはハルカが人であることに気づいたピカンタビッキデカ号の三人組に追われ、遊園地に逃げ込む。そこで、ハルカは、自分がほったらかしにしていたぬいぐるみのコットンと、再会する。はじめは、険悪な雰囲気だったハルカとコットンだったが、三人組から、 逃げ回る間に打ち解ける。コットンは遥かに、手鏡は地下宮殿に住むプチロス盗賊団が持っていることを伝え、三人は地下宮殿に手鏡を探しに行くことになった。その日の夜、マバロアから遥かのことを聞いた男爵は、手鏡を取り戻すためテオに取引を持ちかける。翌日、三人は地下宮殿で手鏡を見つけ出した。しかし、 地上に戻った遥かは男爵に捕まってしまい、手鏡も取り上げられてしまう。男爵は大量の鏡の力を使って、ほったらけの島を自分好みの島に改造しようと考えており、そのために必要な人の世界の最新の道具を手に入れるため、遥かの記憶を消して自分の家来にしようと企んだ。一方、遥かを引き渡したことを後悔した手は、遥かを助けるために、 ピカンタ立島の住民に協力を頼み、遥から作り方を教えてもらった飛行機を作り、男爵の城に乗り込む。同じ頃、コットンもプチロス盗族団と共に、男爵の城に乗り込んできた。窮地の混乱に紛れて逃げ出した遥は、男爵が作り出したロボット兵に追われ、場外に飛び出してしまうが、テオに助け出される。男爵は、 テオの飛行機を撃ち落とそうと攻撃したため飛行機は墜落してしまうが、エンジンの逆噴射を利用して、再び飛び上がり、勢い余って、断尺の飛行船に衝突してしまい、飛行船は大量の鏡を保管していた巨大電球に激突してしまう。無事だった遥カとテオは、手鏡を取り戻そうと巨大電球の中に、入り手鏡を見つけ出すが、 追いかけてきた男爵と一緒に、手鏡の中に吸い込まれてしまう。手鏡の中では、遥かの思い出が映し出されており、その中で、遥かは、母が亡くなった後に必死に自分を支えようとした父の思い出を見つけ、父への誤解を解いた。手鏡の中から脱出した遥かと、テオだったが、 再び追いかけてきた男爵が銃を乱射して、鏡に当ててしまったことで、鏡の力が暴走してしまい、巨大電球は大爆発を起こしてしまった。崩壊した巨大電球と城の瓦礫の中から脱出した遥と、テオは、手鏡が無事だったことに喜び、企みが失敗した男爵はその場を逃げ出してしまう。手鏡を取り戻した遥は、テオと再会を約束して、 人の世界に戻り、父の待つマンションに帰っていった。2010年2月26日発売。発売元は、フジテレビジョン。販売元は、ポニーキャニオン。2009年8月15日発売。発売元は、角川学芸出版。埼玉県入間市にある、出雲宿神社、その傍らの、旗屋の稲荷、不老川などがモデルとなっている。 2009年7月から8月まで、お台場で開催されている、フジテレビ主催のイベント、お台場合衆国内に設置されていた。アトラクション名は、ほったらけの島はるかと島の秘密。ほったらけの島かなたと虹色の鏡は、バンダイナムコゲームスより2009年8月6日に発売された、任天堂 DS 用アクションロールプレイングゲーム。キャラクターデザインや、主人公が、 用と魔法の鏡と異なるが、舞台は映画同様ほったらけの島であり、テオも重要キャラクターとして登場する。特別ゲストとして太鼓の達人に出てくる和田ドンと和田勝が出演している。ストーリー運動会にお母さんが来てくれず彼方は拗ねていた。お母さんはそんな彼方の機嫌を直すため、絵本を読んであげたが、僕はほったらけなんだ。と思っていると突然、 本の中の、ほったらけの島に迷い込んでしまう。テオの協力を借りて、彼方は、元の世界に戻るために、七色の鏡を集める冒険に出る。冒険の先々で仲間になるおもちゃ、トイズを操って、困難を乗り越えながら成長していく物語。2009年8月20日から、モバゲータウンで、映画、ほったらけの島遥と魔法の鏡と、 コラボレーションした基本プレイ無料のアイテム課金制ソーシャルゲームが提供された。テオが、市観公大使に就任ほったらけの島、イルマ市公式ウェブサイト、プレイバック第32回イルママン、明かり祭り。イルマ市写真ニュース2010年10月27日、小バトン伝説埼玉県ホームページ、埼玉県のマスコット。 コバトンアーカイブド2014年4月21日、アットザウェイバックマシン DVD オーディオコメンタリー。ほったらけの島見どころは、ギリギリ見えそうな綾瀬はるかのスカートの中、日本アカデミー賞公式サイト2009年度映像技術賞アニメ部門に、ほったらけの島、アニメ。アニメ。2014年8月19日閲覧。AB。 ほったらけの島韓国シカーフで審査員特別賞を受賞。アニメ、アニメ、2014年8月19日閲覧。綾瀬遥はるかが声優出演。映画、ほったらけの島が南米の映画祭で審査員賞受賞。シネマトゥデイ2014年8月19日閲覧。ほったらけの島にデジタルコンテンツグランプリドカージ会長賞。アニメ、 アニメ、2014年8月19日閲覧。シュッガルドアニメーション映画祭に、ほったらけの島も、アニメ、アニメ、2014年8月19日閲覧。使用済みの切符を使った、切符でアートを作ります。西武鉄道 IR 情報2009年7月7日、映画。 ほったらけの島まはるかと魔法の鏡の壁画を使用済みギップで制作しました。広報誌、西武鉄道河原版、ボリューム2082009年8月発行号、P5 ほったらけの島かなたと虹色の鏡に関するカテゴリー。ありがとうございます。